つまらんすです。今回ですけどデスザーク強化と言われるとはちょっと怪しいんだけど、新規ドルスザクが診断の強化パックで発表されました。それがこちら、水闇コスト8のガル・ラ・ガンザークということで、ドルスザクマフィギャングですね。まあ、多色、水闇の多色な視点で、まあ、ちょっと黒タンデスザークに入るかと言われると、まあ、入るけどちょっとノイズになることはもうこの時点で確定してしまっているという悲しい感じなんですが、効果なんですけど無限無月の門ということで、まあ、要するに魔道具クリーチャーでも魔道具呪文でも何でもいいから4枚選んで下に置けばいつでも出せますよみたいなね感じの効果ですね。デスザークと違って、仮に盤面にクリーチャーが他にいなくても4枚、墓地にあれば出せるっていうところは一応差別化ができているのかなというふうに思いますが、どんな効果なのかというと、ブロッカーダブルブレイカーということで、まあ、結構ギルギリンに似たスペックなんですけど、呪文の効果によって相手がクリーチャーを選ぶとき選べないということで、まあ、除去耐性持ち的な感じと、相手単純に相手のクリーチャーが召喚への方法で出るとき代わりにそのクリーチャーを墓地に置くということで、まあ待望のメタ効果持ちドルスザクの登場ですね。まあ、効果は診断のテスタロッサと限りなく近いというか同じかな、同じな気がするんですけど、想定される使い方としては、まあ、青魔道具にギルギリンの枠にワンチャンこれ入るのかなというふうに、まあ、ただドローできないのかどうかわかんないですけど、ワンチャン入ったとして、例えばノバとか相手にまあ早急にね走られると結構だるいんですけど、まあ、そこはもうグランドゼロ引けてない時はバレット2回打って、でもう墓地に4枚魔道具貯めて、もうガルラガンザーク出して、でノバ走れませんよねっていう状況を作って、でも一生これまあ除去られてもガルラガンザーク出してみたいな状況で、まあ遅延したりができるのかなというのが正直なまあ感想ですね。それ以外でめちゃくちゃ強いかって言われたら、そんな強くないようなテキストというのがまあ正直な感想です。まあ、現状だとまあギルギリンより多色なのもなんかやっぱ使いづらいっていうか、魔道具で多色だとちょっとな使いづらいんだよなって、青魔道具も黒タンデスザークもね、どっちもちょっと使いづらい部分が気になるので、ちょっと他のね、魔道具の情報を待たないと分かんないかなというふうに思います。ということで、まあ、魔道具がね、強化される流れ自体はまあ来ているようです。皆さんはねこのカードの評価どうですかね。続報をね、待って最終的に、どれくらい魔道具の強化が来たかによってこのカードのシナジー、なんかも変わってくるんじゃないでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。